春夏秋冬、料理王国、序に変えて、北王子露山人。簡単に言って、料理とは、単に、舌先だけで味わうものではなく、また、もてあそぶものでもない。耳から、目から、鼻からと、様々な感覚を動員して、美と味の調和を楽しむものだと思う。彩り、盛り方、取り合わせ。 材料の量費と皆美と深い関連性をもって考慮されています。栄養の効果という点からも美は見逃せない役割を担っています。味のことばかりを言ってその背後にある美の影響力に無頓着なのが、言って悪いが、東大の料理人、料理研究所あたりの大方ではないでしょうか。また、 近頃出版される料理書のほとんどがこの点には全く無関心。食い足りないものばかりなのは嘆かわしい次第です。料理を心底から楽しむ人は、まず第一に料理の風情に重きを置き、環境を楽しみ、大切にいたします。食道楽の楽は、ここに至って初めて一人前と言えます。食通とても同じことです。 少し極端な言い方かもしれませんが、料理に美を求めぬ人は、あてがいぶちに満足する犬猫の類と同じだと言っても差し支えないでしょう。人々によって、もちろん楽しみの高さ低さは異なりましょう。したがって、見解の相違もおのずから生じもしましょうが、なろうことなら、志を高く持って料理を味わい、人間を高くしたいものです。 単行新社から料理生活70年の体験を通して、あなたの料理哲学、料理を通じての人生観といったようなものを書いてほしい、とおすすめがあったのを潮時に、常日頃話したり書いたりしたもののうちから、この趣旨に沿うようなものばかりを拾い集め、読み返し、最近の感想やら2、3の具体例などを補足してまとめたのが本書です。 文字通りあちこちに散らばっていたもしおぐさをかき集め焼き直し蒸し返したものなので前後の脈絡をかき重複も一切ならずあって必ずしも統一あるものと言えません読者の皆さんにははなはだ読みづらいかもしれませんが一生一生独立したものとして読んでいただけますなら料理とは何であるかご検察いただけるものと思っております 昭和三十五年、陽春、北鎌倉の山荘にて、北王子露山人。